女子ゴルフの渋野日向子が、米ツアーコグニザントファウンダーズカップ、9から12日、ニュージャージー州のアッパーモントクレア CC へ向けて試合を中継するワウワウのインタビューで意気込みを語った。4試合連続予選落ち後、2大会続けて決勝ラウンドに進んでいる渋野日向子は、1週間のオフを挟んで今大会に臨む。渋野日向子は、4日間しっかり戦いたいですし、上の方に行けるように頑張りたいなと思っています。調子についてはそんなに悪くはないかなと思ってますけど、また試合をやってみてかなと思いますとコメントした。オフの間には、大リーグ観戦でリフレッシュ。渋野日向子は、練習をして、ちょっと早めにこっちに来て野球を見に行きました。今永選手、勝ちましたと明かした。カブスの今永翔太投手が、1日、日本時間2日の敵地メッツ戦で先発し、5勝目を飾った試合だ。米国で活躍する日本人アスリートに刺激を受け、今週こそは上位フィニッシュと行きたいところだ。より小さい LPGA 女子ゴルフ、日本から8選手出場、コグニザントファウンダーズカップ、畑岡奈紗、西郷真央、渋野日向子、吉田優里らが意気込み。LPGA 女子ゴルフツアーのコグニザントファウンダーズカップが5月10日、日本時間に米ニュージャージー州アッパーモントクレア CC で開幕。ワウワウでは、同日午前4時から連日生中継ライブ配信する。今シーズンの出場優先順位を見直すリシャッフルまで今大会を含めて残り2試合。基準となるポイントランキング80位以内を目指す渋野日向子選手、吉田優里選手にとっては今大会が正念場となる。また今シーズン初優勝を狙う畑岡奈紗選手をはじめ、米ツアー初優勝を目指す西郷真央選手のほか笹生優花選手、勝みなみ選手、西村優菜選手、稲見萌寧選手と日本勢は総勢8人が出場。ワウワウが各選手に同大会への意気込みを聞いた。写真特集、畑岡奈紗、渋野日向子、稲見萌寧も、日本勢8人が出場するコグニザントファウンダーズカップ。コグニザントファウンダーズカップは、1950年に LPGA ツアーを設立した13人の創立者、ファウンダーズに敬意を表し、2011年からスタートした大会。会場はニュージャージー州北部に位置し、名設計家が手掛け、1928年にオープン。その後、1950年代に大規模な改修が行われ、1960年代からはプロトーナメントがいくつも開催される全米屈指のチャンピオンコースとなった。畑岡奈紗選手、シェブロンから2週間空きましたが、どのように過ごしていましたか？しっかりと休んで、ちょっと仕事もしながらゆっくり過ごしていました。今週のコースはどうですか？いつも通りですかね、何も変えてはいないですし、綺麗だと思います。タイトなホールがたくさんあると思いますが、どのあたりがキーポイントになるでしょうか？フェアウェイが広くないので、ティーショットが大事になるかなと思います。グリーンのコンディションやラフも伸びてそうですがいかがですか？今朝も雨が降りましたし、毎年そうですけどラフは深いと思います。では今週に向けての意気込みお願いします。やるべきことをしっかり集中して、予選を通過できるように頑張ります。西郷真央選手、先週は1週間空きましたがどのように過ごしましたか？クラブの調整と自分の体調をしっかりリセットしたので、充実した1週間を過ごせました。今週に向けてどのあたりを調整してきましたか？同じモデルなんですけど、抜けを良くするためにアイアンのヘッドの形状を変えたりしました。ちょっとずつ変化をつけて、より良くなってくれればいいな、というところです。今週の芝に対して、抜けはいかがですか？今週も表面はちょっと硬いので、特に坂目は弾かれやすいですね。ラフはここ最近の中ではかなりきつい方だと思うので、そこは要注意だと思います。雨が降る予報でさらにラフが重くなるのかなと思いますが、どのあたりがキーポイントになりますか？フェアウェイがかなり狭くて、日本のコースのようなタイトなコースになっていますし、ラフに入ったら難しいのでしっかりフェアウェイキープをして。ティーショットが一番の鍵になるのかなというのは感じました。今週に向けての意気込みお願いします。今週も予選通過を第一の目標として、しっかり上位を目指して頑張りたいです。渋野日向子選手、1週間のオフがありましたがどのように過ごしましたか？練習をして、ちょっと早めにこっちに来て野球を見に行きました。エンジェルス対カブス戦で、カブスの先発投手、今永翔太選手、勝ちました。今週に入って調子はどうですか？まあ、そんなに悪くはないかなと思ってますけど、また試合をやってみてかなと思います。このコースはタイトなホールが多いですが、どのあたりがキーポイントになってきますか？
結構狭いなと思いますし、グリーンも結構大きいところが多いので、縦距離とかが難しいのかなと思いました。めっちゃ転がる感じで、ラフも長いし、大変そうだなと思います。雨が降ったらラフもまた大変になりそうですが、いかがですか？寒くなりそうですし、なるべく入れないようにはしたいです。今週の目標をお願いします。4日間しっかり戦いたいですし、上の方に行けるように頑張りたいなと思っています。吉田優里選手、先月の全米女子オープンの予選会では出場権をしっかりつかみましたが、いかがでしたか？ホールは長かったですけど、トップスタートでスイスイ行けて良いラウンドもできました。それまでゴルフ自体は良くなかったんですが、その時はいい感じで回れていた気がしたので、それでちょっと前進してくれるといいなと思います。今週に向けてはどのあたり準備してきましたか？ショートゲームやスイングのことなど、いろいろやらないといけないこともありますが、どういう風に打っていこうか、とか、ちょっとずつイメージがついてきた気がして。それがスコアにつながるかわからないですけど、地道にプロセスを大事にしていきたいなと思います。この芝との感覚はいかがでしょうか？すごく綺麗でフェアウェイがグリーンエッジみたいな、北海道っぽいコースだなって思って。でもすごく狭いしまっすぐ狙えなくなっちゃったりするので、意外にショットの精度が大事なコースかなと思います。結構ラフも伸びていて雨が降るとタフなコースになりそうですが、いかがですか？やっぱり長いとこはタフな感じになると思うんですけど、その分フェアウェイにしっかり置いていくことが一番大事かなと思います。今週に向けて意気込みをお願いします。自分のゴルフがだんだん良くなってきている感覚があるので、早くそれをスコアメイク起こしたいなって思いますし、結果としてつながるように頑張りたいなと思います。アスタリスクワウワウでは、畑岡選手や渋野日向子選手らが参加する、コグニザントファウンダーズカップを5月10日から連日生中継ライブ配信。初日は5月10日午前4時、第2日は11日午前4時、第3日は12日午前4時、最終日は13日午前2時からワウワウライブで放送。ワウワウオンデマンドでは、日本人選手専用カメラでライブ配信する、初日は放送、配信、日本人選手専用カメラも無料。